イギリス女王、ビクトリア進出女官事件は、1839年5月に、イギリス女王ビクトリアと組閣の対面を受けた、保守党党首サーロバート・ピール順断者の間で、発生した、進出女官の人事をめぐる対立である。これによりピールは対面を廃止し、保育党の首相メルバーン死者、ウィリアム・ラムが政権を維持することになった。イギリスの国政を危機に陥れた事件とされる。 首相、ホイック党党首、第2代メルバーン主尺、ウィリアム・ラム1837年6月28歳のビクトリア女王が即位した。当時は、ホイック党政権期であり、首相は、ホイック党首、第2代メルバーン主尺、ウィリアム・ラムだったが、若く経験の乏しい女王はこのメルバーン教に、様々な問題で相談に乗ってもらい、彼を深く信頼するようになった。 この当時は、保育党政権と野党保守党の間には、ビクトリア朝の妥協と呼ばれる協力関係が構築されていた。これは、メルバーン卿が保育党内の革新勢力が求める左翼的政策を抑えることを条件に保守党が彼の政権を支持するというものである。保守党党首サーロバート・ピール順番尺は、未だ自党を掌握できていなかったため、直ちに自分が、 政権掌を悪するのは困難とみて、この妥協に甘んじた。当時の慣例であった、新女王の即位に伴う解散総選挙で急進派や、おこんねる派、ダービー派が議席を減らし、ホイックと保守党が議席を伸ばしたことも、この妥協関係を促進することになった。だが、1839年までにはピールが、保守党内で党首としての権威を確立し、またダービー派が、 保守党に合流したことで保守党の議席は300議席近くになったため、いよいよピールはメルバーン主役内閣当格を目指すようになった。保守党から妥協を引き出しにくくなった、メルバーン主役政権は急進派やオコンネル派との接近を図らざるを得なくなったが、それまで自分たちの主張を抑え込まれてきた経緯から、両派が簡単に同政権を信頼するはずがなく、 1839年春には政権は危機的状況に陥った。保守党党首第2代順弾シクサーロバート・ピール1839年4月の営業ジャマイカに関する法案は294対289という僅差で可決されたが、イギリスでは重要法案の秘訣は内閣不信任とみなされており政権交代要因であるためメルバーン教は このような検差では、政権が庶民院から支持を得られているとは言えないと考え、5月7日にもバッキンガム宮殿のビクトリア、女王のもとに参大して、辞表を提出し、公認の首相として保守党貴族院院内総務を務める初代ウェリントン公爵、アーサー・ウェルズリーを推挙する上層を行った。メルバーン教を心より信頼するビクトリア女王の衝撃は大きく、泣き崩れたという。 5月8日朝に再度参大したメルバーン卿は女王に保守党の新大臣たちに像を見せないよう悟しつつ保守党も女王の助官に触れることはないでしょうという見解を示したこの時のメルバーン卿の一言が想像以上に大事になる同日中に女王はウェリントン公爵を招集し彼に疎閣の対面を下したがウェリントン公爵は 高齢と庶民員への影響力の無差から排除し、代わりに保守党庶民員院内総務ピールに対面降下されるべきことを上奏した。女王はこの際にウェリントン公爵に今後もメルバーン教に諮問してよいかと加言した。野党党首が政府の政策について議会ではなく宮中で君主に助言を行うなどというのは国政違反にも相当しかねないことだったが、 ウェリントン公爵はそれを了解している。ついで女王は、ウェリントン公爵の助言に従って、同日午後2時にピールを召して、祖閣の対面を下した。この時も女王は、ピールに対して、今後もメルバーン教に諮問したい希望を伝えたが、ピールはそれに不満を示して、即答を避けて退下した。これにより女王は、ピールに嫌悪感を持つようになった。 翌5月9日にピールは再び三代して女王に、保育党の政治家の夫人たちで構成されている、宮中の人事を移動させることを要求した。1830年以来、短期間の第一次ピール内閣を除いて、保育党が政権を握っており、宮中助官人事も保育党が多くなっていた。特に進出助官は、それが顕著だった。ピールは、メルバーン内閣陸軍。 植民地大臣、ノーマンビー公爵夫人、アイルランド担当大臣、モーペス主爵の妹二人が、寝室助官を占めていることを問題視し、彼女ら三人と他の何人かの助官を入れ替えることで、政府と宮中のつながりが切れないようにしようとした。ところが女王がこれに強く反発した。ピールは政府に、宮中人事の権利があるかを問う、国政問題であると反論したが、女王は、 女官は女王の私的人事と主張し、誰一人解任しないと突っぱねた。ウェリントン公が両者の間を取り持とうとしたが、両者とも譲らず、平行線をたどった。メルバーン卿も同日午後6時半に散大して、女王の陰権を受け、保育等幹部会を招集して、女王の取るべき立場を話し合うことを女王に約束した。大義した。 メルバーン卿は直ちにホイックの主要政治家に召集をかけ、翌10日午前1時までかけて会議を行い、その結果、女王はピールの助管人事案を拒否すべきとの結論を出した。一方、ピールの方も保守党幹部と相次いで会談し、10日に女王に所管を送って、宮中人事案が認められないなら、大名を廃止する意思を伝えた。5月11日、ウェリントン公は、 今一度ピールの説得に当たったが、ピールの態度が変わらなかったため、結局ピールに対面を廃止することを勧めた。5月12日にピールはメルバーン教に首相復帰を求める書簡を送り、メルバーン教も復帰を約束した。5月13日にはウェリントン校もメルバーン教の政権運営に協力することを約束した。こうして保守党への政権交代は阻止され、 メルバーン教の政権が継続されることになった。メルバーン教内閣はこの2年後の1841年に崩壊したが、その時に保育党助官たちは一緒に辞職した。この時とそれ以降の政権交代時には同じ問題が起きることはなく、宮中人事は明確に政府の裁量となった。女王の行動が国政を揺るがすものであったかどうかは意見が分かれている。 当時のマスメディアは女王の行動を国政を覆す行為と批判し女王の気まぐれをいさめる夫が必要との論調が多かったという。スタンリー・ワイントラウブは君主に仕える大臣は法律が定める地位に認じる人物についてそのものが女王の身近にはべることがふさわしくないことを知り得たとき。 その人間を否認する権限を持つというのが憲法上の周知の原則というクロッカーの主張を引き合いに出しつつ慣例を顧みり見れば宮中の人事は女王の指摘人事ではなく政府内の勢力を反映されて叱るべきだった女王がそれを知っていたとすれば伝統通りにことが運ぶのを拒否する彼女の態度はピールを引っ込ませた後の空白を メルバーンに埋めさせる口実でしかなかったと論じている。リットン・ストレーチーは、この問題は複雑であり、前例のないことだった。助官人事が、首相の意思に従わねばならないという憲法上の、不分理ができたのはこの事件の後のことであるとし、事件のさなかにメルバーン教が所管で女王に行った、助言を適切なものと指示している。数密委員書機関長、チャールズ・グレビルは、 知り合いが皆無だった女王は、メルバーンが推挙する夫人なら誰でも二つ返事で受け入れるつもりでいた。彼もその時点で女王の家中を政治的に見て、より合い状態とすることを避けて、ホイック一本に槍で固める。事件より60年後、ビクトリア女王自身は、自重サー・アーサー・ビッケとの会話の中で、あの頃の私は非常にはかかった。同じような事態が再びあったなら、 私は違う行動をとったでしょうと当時を振り返っている。君塚直隆は18世紀以来の監修として政権党が交代する場合には宮廷内の人事も一新されるのが常だったとして女王に非があると論じている。ありがとうございます。